こんにちは、レイセンです。今日は12月3日土曜日ですね。実験生活1693日目です。ドリンクのみの絶食実験、今日13日目ですね。天気は晴れです。で、今日からですね、今日もですね、今週もドリンクのみの絶食でやっていきます。ちょっとね、つい今まであのゲームやっててなんか頭が追いついてないんだけど、ですね。で、もうすでに3杯ですね。3杯取っています。オレンジ豆乳2杯とデイズ豆乳1杯ですね。あと、今日はジム行く予定です。一応、端末も持って行ってね。ストラテジーやってるもんで。手放すわけにいかないというかな。3時間もね。ジム3時間かかるんだけど。3時間もね、触らんかったらちょっとね、っていうのがあるんで。まあ、持って行って、向こうの Wi-Fi 使って、で、途中ちょこちょこね、すべきことをしようかなと思ってます。そうそう。資源の最終に向かわせたりとかね。まあ、そういうのですね。で、あと、まあ、まずは編集かな、動画の編集作業、まだ終わってないもんでアップロードできてないんで、今から編集やってアップロード、レンダリングだね、レンダリングの最中にジム行こうかなと思ってます。撮るもの一緒ですね、今まで先週と同じで、まあ基本野菜ジュースですね。野菜ジュースと豆乳1対1で割ったねドリンク、まあそれでやっていく予定です。いいのは、まあグリーンスムージー使ったグリーン豆乳とアップルサラダ使ったアップル豆乳、野菜生活100のね、あとオリジナル豆乳ですね。これも野菜生活100のオリジナルですね。基本あとはまあ野菜デイズだな、農協の野菜デイズ、この4種類かな基本的に。果物ジュースはまあなるべくなしにしたいなと思っています。なるべくね。やっぱ果物ジュースはね、あんま良くないね。体がなんか蘇っていくっていう感じがないっていうのかな。いい状態になっていくっていう感じがないんだわ。果物ジュース。やっぱ野菜ジュースの方がいいな。てか正解、そっちが正解ですね。そんだけですね。もう冬だもんでね。さあ。でもドリンクばっかだとね、体がすっごい冷えるんだわ。ものすごい冷えるね。したら編集かな、やっていきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月3日土曜日、実験生活1693日目、ドリンクのみの絶食実験13日目です。天気は晴れ、睡眠時間2時間半、2時間半だよ2時間半。当日だな、夜中の深夜午前2時ですね、午前2時から朝4時半までの2時間半です。もうあのね、ゲームのために睡眠時間を短くしてるって感じだねそのゲームでね、資源をね採取して帰ってきてって、2時間でね行って帰ってくるんだけど、あと建物なんかのね建設レベルアップにね時間が6時間とかね必要なんだけど、そのタイミングを見てね2時間っていうね
2時間で帰ってくるもんね、帰ってくるタイミングで起きて、でまたね派遣するっていう、まあストラテジーってそういうのがあるんだよね。いろいろね、資源をまあ取ってきたり、建物をレベルアップさせていったりっていうのは時間でね、時間管理でやっていくって。まあそのためにね2時間半で起きたっていう本当は2時間で起きたかったんだけど、まあねちょっと余裕持たせて2時間半で起きたってとこです。でジョギングなし、ウエットトレーニングもなしです。今日はジムちょっと迷ったけどね、結局いかんかったね、ジョギングもしてないけど、で、あと飲食ですね。まず飲んだもの。オレンジ豆乳1000ミリと、デイズ豆乳1750ミリ。これだけですね。固形物はなしです。もう固形物のこと言わなくてもいいかな。いや、言っといた方がいいか。言っといた方がいいな。一応なしですって、ちゃんとね。ちゃんと言っとかないと。まあ、今日2750ミリ出てきたんだよ。最後。オレンジ豆乳を、朝2杯取って、昼からデイズ豆乳ですね。デイズ豆乳を昼1杯、夕方1杯、夜1杯取って、夜だね。で夜中は結構遅い時間にデイズ豆乳もう1杯作ったんだけど、500全部飲まずに250だけ飲んだもんで、で残りは翌日ですね、翌日に回してます。だから2750ってとこです。尿回数10回で出てて、濃さ少し薄め、あと平均的な濃さ、量は平均的な量でした。なんかね、やっぱり尿の、回数もちょっと減ってきて、まあ飲んでる量も減ったからね。尿回数も減って、で、色の濃さっていうのかな、尿の濃さも、ちょっと濃いめの黄色になってきたっていうのかな。飲む量が多いとね、完全無色のね、尿が出るっていうの、小便が出るんだけど。で、ドリンクの量を減らしていけばいくほどね、これはかなり薄くなって、で、普通に薄さになって、で、そこから、まあ、平均的な、やや濃いかな。やや濃い。で、平均的。平均的、やや濃い。で、普通に濃いみたいな。そういう風にね、濃くなっていくんだよ。で、飲まず食わずのね、断食してると、尿がねものすごい濃いんだよねものすごい濃い、だんだん濃くなってくるんだよ。で、大便なしです。今日大便出てません。おならたまにありで、匂いはなしですね。おなら1回だけあったかな、確か1回だけですね。で、匂いなかったですね。で、今日の気づき、今日は睡眠時間がちょっと少なくって、まあ起きた時は問題なかったんだけど、なんかついさっきだね、さっき。もう昼、一応もう大体昼ぐらいになるんだけどさ。さっきから、さっきね、まあ、ちょっと微妙にね、微妙になんか胸のあたりがなんか、ずんとするっていうのかな。睡眠不足の時に出る症状なんだよ、これ。睡眠不足だとね、なんかね、心臓に痛みが来るんだよ。睡眠不足だと、あんまりね睡眠不足でなんかきつくなるとね、きつくなると、まあ若い頃はいいんだけどさ、20代30代いいんだけど、40代入るとなのかな、なんか心臓に来るね、まあ慣れると思うけどな、ね、二交代制の仕事とかしてる人は慣れちゃってるしさ、慣れると思うんだけど、心臓にズンと来るんだよ夜更かしとかするとね、それでその症状があるね。2時間半だとちょっと少ないな、まあ4時間ぐらいは寝とかないとなってとこですね。まあどっかでね、ちょっともう一回ね寝るかもしれない、少しだけね。まあそういうのがあったってとこです。量を減らせたのはまあすごく自然に減ったっていうかゲームやってたもんね。あのストラテジーゲームがねすごく優秀でね、あれやってるといい感じなんだ、すごいいい感じ。信長の野望波動ってやつだね。信長の野望波動。光栄さんが出してるやつね。あれ、すいよ。あれ、いい。おすすめですね。あのね、音楽もいいし、日本の昔ののどかなね、風景が、まあ、内戦の方ではね、見れるし。で、シンプルで分かりやすいし、それでいて、ちゃんとやりやすいようにね、整ってるもんで。いいね、あれいいですね。でストラテジーの面白さも十分味わえるし、
まあまあ今後ずっとあれでいいかな、うん、信長の野望をずっとやっていこうかなとか思ってる正直もう新しいゲームとか探さなくていいかなって思った。もうこれでいいと思ったね。もうずっと信長の野望やっていこうかなって思ってる。もうそのぐらいですね、うん、あの音楽いい感じの音楽まったり聞きながらねストラテジー、うん、いろいろ考えたりしてね進めていくと、あいい気持ちいいんだわ、うん、気持ちいいですね、うん、でそれがまあよくって、で量をまあ減らせたって感じです。ほんとねお腹が空いてくるまで飲まずに済むっていうのかな、うん、あれゲームやってないとね、ゲームやってなくって時間持て余しちゃうとドリンク飲む方に行っちゃうでね、もうどんどん飲んじゃうからね、うん、なのでやっぱ何かやってた方がいいのね。なんか自分の趣味とかあればその趣味に没頭するっていうね、なんか模型工作でもいいし、あと音楽とかでもいいし、絵画描くとか絵描くとかでもいいけど、ずっとね絵描いててなんか気がついたらお腹空いてたみたいになるじゃん。没頭できるやつだね、楽しめるやつ、うん、ああいうストラテジーのゲームはね、あの全国の人とね話ができるし、いろいろね分かることもあるっていうか、うん、なんか面白いんだよねそういうところが。いろんな人と話すとさ、その人の持ってる知識とかね見方とかそういうのも分かるじゃん、気づけるじゃん、ね、広がっていくよね、うん、まあそういうところもありますっていうところです、うん、まあ所持見聞のためにゲームやってるところがあるんでね私の場合は。もともとはすごいゲーム好きってわけじゃなくって、ずっと高校卒業してからもう全然ゲームやってなくって、おいで40入ってからかな、40入ってから、あ違う40、30後半かな、38か39かそれぐらいの年の時に、あの営業の仕事でね、他の人がなんかその営業の仲間の人がね、うん、同僚じゃないな、先輩って言った、うん、営業の先輩の人がねなんかゲームすごいやってて私はもうずっと長いことゲームやってなかったんだけど、ゲームやらないのもったいないみたいなさ、そんなニュアンス で、うん、で久しぶりにね、まあなんかピンボールとかでもさ無料のなんかゲームねあればさちょっとやってみようかな暇つぶしとかにみたいな感じでね、うん、まあちょっと探してみたんだよね。そしたら今すごいんだよね。ものすごい質のいいゲームが無料でいっぱいあるっていうね。うわ、何これと思ったね。それでやってったら結構面白いゲームがね、まあ、多いっていうのかな、うん。結構面白いゲームがたくさんあってね。あ、これもいいじゃん、これもいいじゃん。で、MMO なんかもね、結構長いことやってたしさ。うん、あれでいろんな人とね、話もできたし。交流ができたし、あーゲームバカにできんなと思ったね、見方が変わった、まあそういうのがありますね。まあそのゲームがねここにつながってるっていうね、不老不死につながってるっていう、まあそんなところです。で今日はですね12月4日ですね、12月4日、今日もジムに行こうかなと思ったんだけど、まあちょっとやめようかなと思っています。まあ結構寒いっていうのもあるけど、ちょっとストラテジー、ゲームの方だね、ゲームの方がね今日なんかイベントになるかもしれないんで、うん、甲状腺のイベントっていうのかな、砦戦のイベントになるかもしれないんで、それがちょっといつになるか分かんないんだよね。下手に3時間空けとれんもんで、まあ今日は行かない予定です。まあ、ジョギングはもしかしたら行くかもしれないけど、どっかで時間取れたらね、うん、まあとりあえずゲームやってようかな。買い出しは行こうと思ってます。もうないんで補充しないと。有機豆乳とアップルマンゴー、あ、じゃあアップルサラダね、アップルサラダとオリジン、まあオリジナル、そうだね、オリジナルとあと野菜デイズだね、まあ、この辺は買っておいてもいいかなと思っています。そしたらまあ取るのはねその辺で、まあ割ってね、豆乳と割って飲むんだけど、そしたら今からちょっとドリンク取ってで買い出しですね、行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの、これ野菜デイズですね、ちょっと安くなってたんで、とアップルサラダとオリジナル、
で、有機投入は4本ですね。いつも通り。したら、ゆっくりします。おはようございます。もう昼だけど、昨日の結果報告ですね。12月4日日曜日、実験生活1694日目、ドリンクのみの絶食実験14日目です。天気は曇り、睡眠時間2時間なんだよ。2時間、夜中深夜0時から午前2時までの2時間ですね。まあストラテジーやってるんでね、2時間ぐらいで起きないと、資源採集にね出せなくなっちゃうとか、もったいないんでね時間が。ジョギングなし、ウェイトトレーニングもなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの。グリーン豆乳 500ml、デイズ豆乳750、オレンジ豆乳400、オレンジ豆乳400、アップルサラダ豆乳 1000ml です。合計が 2650ml ですね。で、固形物はなしです。あと飲食、尿回数ですね。今日尿回数10回出てます。濃さは少し濃いめ、あと平均的な濃さ、量は平均的な量でした。まあね、ちょっとね、色に関しては何とも言えないっていうか、少し濃い時と平均的な濃さの時があったのは間違いないんだけど、ちょっと尿のね、濃さを見るの忘れてて、見ないで流しちゃった時が2回ほどあったんだよね。その時の色合いがちょっと分かんないんだわ。で、割とその飲んでる量が多い、少し多い時だったもんで出たのが、なのでちょっと薄い尿が出てたんじゃないかなと思うんだけどね。ちょっとね、ゲームの方ばっか気にしてて、でなんか無意識じゃないけど、無意識に近いような感じでね、もう尿いつも立って小便するんだったら色はね、もう見えるじゃん。ね。わかるからいいけど。座ってね、便器に座って、その状態で小便すると、便器の中を見ずにね、水流しちゃうんだよね。うっかりと。で、後で、あれ？色見てないやって。そういう時がある。特にゲームやっててね、ゲームのことをあれこれ考えてる時だとね、なおさらなんだけどさ。色ちょっとなんで分かんないですね。ちょっと、まあ、薄めの時もあったかもしれないってことです。で、大便1回出てます。朝、色明るい茶色、中太バナナ状30センチ、平均的な硬さで匂いは少しありってところです。匂いね、ちょっとあったね。まあまだ量が多いってことだわな。これでも2000、昨日2750で今日2650、もしかしたらオレンジだな。昨日オレンジ1000ミリ通ってるもんで。ああいう果物ジュースだね。今日もオレンジ400通ってるんだけど。果物ジュース。あとアップルサラダ豆乳1000ミリ通ってるもんで。あの中にも割と果物はね、果物ジュース、まあ半分ぐらい入ってるよね。あ、その辺が影響してるかなってとこですね。匂いはね。大便の匂いね。おならたまにありで匂いはなしです。今日2回かな ?2 回あったかな。で、今日の気づき。まずね、ちょっと睡眠不足が、睡眠不足がやばいね。11月28日月曜日の日は、先月の末の方の日はね、8時間寝てるんだよ。で、その翌日はね、11月29日は5時間半ですね。で、30日は4時間半。ちょっと下がってきてるね。
で12月1日だね、うん、1日は4時間半だから同じだよね、うん、で2日目が3時間で3日目ですねが2時間半で4日目、昨日だね、昨日が2時間だん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 ね、だん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 睡眠時間が減ってるっていうね、うん、まあ絶食するとねあんまり寝なくても良くなるのはね確かなんだわ、まあ、食べるとね固形物を食べると眠くなるんだよね眠くなるしたくさん寝ないといかんくなるんだわ、うん、だけど絶食するとね、断食とかした人はよく分かってると思う。断食するとねあんま寝なくてよくなるっていうか、ただねそれもね必ずじゃないんだよね。時期なんかねバイオリズムなのかな、時期的なものがあるのかな、なんか全然寝なくていい時もあればものすごい寝ちゃう時もあるっていうの、9時間ぐらい寝ちゃう時もあったりするんだよ。うん、なんかね割とそのバラバラな、うん、波があるっていうのかな、そんな感じですね。うん、絶食するとまあ断食にまあほぼほぼ近いっていうかね、まあドリンク断食なんでね、実、まあ、事実上ドリンク断食だ。まあ、そうするとね、うん、やっぱね睡眠時間は減っていくな、減っていくんだけどね、昨日はちょっとね寝なさすぎてねやばかったね、やばかった。なんかねこの胸のあたりがね右と左両方だね、左だったらまあ心臓かなと思うんだけど右の方も来るんだわ。だ肺が関係してるのかちょっとよくわかんないんだけど、とにかく胸だね、胸のあたりがなんかねズンとしてね、でじわっと痛みがあるんだよね、痛みが出るっていうのかな、常時出てるわけじゃないんだけどね、うん、であと動悸がしやすくなる、バック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 言って動悸がしやすくなる、睡眠不足だとね、うん、だから体にはめちゃ悪いなと思ったね、睡眠不足はね、うん、あと頭の働きも悪くなるし、うん、あと目だね、目も疲れやすくなるし、うん、まあ目なんかね睡眠不足だと目にクマできたりするけどさ、あんな感じでねやっぱ疲れが出てくるんだよね、疲れっていうか、うん、なんか重くなってちょっと痛みがね、ズンとした痛みが出始めたりするんだわ。やばいなと思ったねだけどね乗り切れちゃうんだよな、なんだかんだ乗り切れちゃう、うん、まあそういうのがあるっていうところです。ただまあちょっと気をつけた方がいいですね、やっぱあんま睡眠時間減らさない方がいいですね、うん、明らかに悪い、うん、まあ統計とか研究でも出てるよね、睡眠時間がやっぱ少なすぎても多すぎてもダメっていうね、統計が出てるじゃんね、病気になりやすさっていうのでさ、一番いいところが7時間だったけど、あれはまあ普通の食事とってる人で7時間だもんで、まあ絶食だったら 4,5 時間がいいところかな、そのあたりが一番いいですね。それより少ないとねやっぱいろいろ出てくるね、不調が、身体の方に不調が出てくる。ああ精神面はねそこまで悪くないんだよな、悪くない、ね、うん、まあ逆にね多すぎてもね、多すぎてまあなんか頭痛くなったりさするからね、うん、まあ要注意ってとこですねなんだけどね、なんだけどストラテジーの方があるもんで、ゲームの方があるもんで、1時間半か2時間ぐらいで起きたいんだよね、うん、起きてでちょっとやることやって、それでもう一回寝たらいいんだけど、なんかね寝ずにいけちゃうんだわ、はあ、2時間ぐらい寝たらねいけちゃうんだよね割と。ただ、まあ、今回はね、今回はさすがにちょっとやばくって、朝だね、翌朝1時間半ほど寝て、その後さっきだね、さっき今朝だね、今朝っていうか、まあ昨日のね、昨日の日曜日前日の午後11時半か午前1時までね1時間半ほど寝てて、でそっから起きてゲームやって午前8時から9時まで1時間寝てんだけど、その間だね、その間になんかね、なんかちょっとこのさっき話した、ね、胸がバクバクしたりとか痛みが出てきたりとか、やばいなって感じになってきて、で午前8時頃に今横になったんだけど、幽体離脱仕掛けたね幽体離脱久しぶりだったね、あこの感覚幽体離脱の時のだって、あなんかリラックスしようと思って、なんかね今回あうまくね、うまく脱力ができなくってね、やっぱ練習してないとダメだな脱力ってのは、
うん、脱力の練習をするっていうね、これ必要だなと思った、うん、で寝不足、ちょっと寝不足な状態に持っていくと離脱しやすいな幽体離脱しやすい。ただ体に悪いんでな、それまあどうかなと思うけどな、うん、ってところです。まあそんな感じですね。今後はもうちょっと睡眠時間取ろうかなと思ってます。うん、まあ、昼とかでもねいいもんで、ちょこちょこね取るようにしようかな。さすがにちょっと寝不足が過ぎる最近ね、っていうとこです。で今日ですね、今日12月5日月曜日です。でジムに全然行ってないんだけど、ジムとあとあのジョギングだね、全然行けてないんだけど、行くとね、まあ早く帰ってくればいいんだけど、うん、ジョギングだったらいいんだけどね、ジムだと、まあ、向こうでね、向こうで Wi-Fi セットしてでちょこちょこねやったりとか、そういう必要があるなとか思うし、タイミング的なところがね、うーんなんか、うーんまたちょっとなって感じですね。まあ今日か明日あたりでちょっとジム行きたいなと思ってるところですけどね、うん、だいたいまあ流れも分かってきて余裕も出てきたし、建設の方も進んできたもんで、そのね建設が完了するまでの時間もね長くなってきたもんで、まあそろそろジムも行けるかなと思ってるところですけどね。あと編集ですね、編集もまあ少しやっときたいなと思っています。買い出しはまあ行かなくても昨日買った分でやれると思うんで、あとグリーンスムージーとかは前に買ったやつから残ってるし、まあ、雪取りにもまあ十分あるもんで、まあ買い出しはなしですね。運動とあと編集かな今日は、まあ、やれたらやろうかな。まあちょっとね眠気が結構あるんでね、眠気とだるさっていうか、うん、まあ寝不足から来るもんだねがあるんでね、まあ、どうするか分かんないけど、まあ、そんな感じです。取るものはまあ一緒ですね、アップルサラダ豆乳、デイズ豆乳、あとグリーン豆乳、まあ、この辺りでやっていく。あとオリジナル買ったっけ、オリジナルもその辺で取っていきます。あと、まあ、卵ちょっとね重くなるね、痛みっていうほど痛みないんだけど、やっぱちょっとずんと重くなる感じがあるね、うん、な感じ。そんなところです、うん、あのゲーム面白いよ、信長の野望波動ってやつ、あれいい出来ですね。ああ今までやったストラテジーゲームの中ではもうダントツこれだったな、私はね、ダントツこれって感じですね。もうこのゲームさえあればいいって感じですね、あの信長の野望波動っていう、あのゲームだけあったらもう他いらないって感じですね。もう本当にそんな感じです。まあそれだとちょっと言い過ぎかな、結構ね面白いゲームいっぱいあったんでね、だけどね面白いよあれあれ音楽 BGM もいいしね、出来がいいですね。ああ本当出来がいいです。うん、まあ長くやっていきたいですねあれは。うん、それに長く続いてほしいと思いますね。まあそんなところです。したら今からちょっと飲んでドリンク飲んでで編集かな始めていきます。昨日の結果報告ですね。12月5日月曜日、実験生活1699日目、ドリンクのみの絶食実験15日目です。天気は曇り、睡眠時間2時間半、
前日午後11時半から午前1時までの1時間半と午前8時から9時までの1時間合わせて2時間半ですね。最近ほんと少ないね。2時間半2時間2時間半って来てるんで、まあ大体2、3時間ってとこですね。ここ最近はジョギングなし、ウエイトトレーニングもなしです。結局ね全然やってなかったね。ほんとずっとゲームやってたっていうか、なんか気づいたらもう寒くなっちゃってて外が、今から走り行くのもちょっとなみたいな。でジムもね、なんかそのジム行くタイミングがなくってねストラテジーの方の関係でねであと飲食ですね。まず飲んだもの、アップルサラダ豆乳1000ミリ、デイズ豆乳1000ミリ、オリジナル豆乳1000ミリ、なんで合計が3000ミリですね。固形物はなしです。まあ3000ミリだったらまだいい方ですね。尿回数17回出て、あ、じゃあ尿回数7回出てて、濃さやや薄め、あと普通に薄い、あと平均的な濃さ、量は平均的な量でした。なんでまあ薄めのと濃いめのが出たってとこですね。おならたまにありで匂いはなしです。で昨日のオレンジ豆乳ですね。オレンジ豆乳を、400ですね。400取ってるんだけど、これね、計算上はおかしいんだわ。パックだね、パック。トロピカーナのオレンジジュースですね。あれ2パック買ってるんだけど、900なんだよ。900×2 だから1800なんだよね。1800で、毎回ね、オレンジ豆乳を作るとき250使うもんで、ラストは50だよね。1750になるからさ、ラスト50しか残らないはずなんだけど、1800だもんでね、全部で。だけどね、150ミリぐらい残ってたんだよ、ラストが。なので150とあと豆乳250で合わせて400、昨日ですね、昨日。合わせて400、まあオレンジ豆乳ってことにしたんだけど、計算上ね、150も余ってるはずはないんだよね。だから毎回250きちんと入ってなかったってことですね。230とかさ、それぐらいで入ってたってことですね。まあちょっと足りてなかったっていうか。あのメモリもまあ、およそだし、およそっていうかそこまで正確じゃないかもしれないし。あと入れるときもね、まあ大体そんなね、もうぴったり1ミリもね、ずれないようにとかしないから、そんな必要もないし。だからまあそこまで気にしてはいないけど。まあそういうことです。で、今日に関しては、まあ特に何もないですね。別に、まあ頭がなんか重くなったり痛くなるってことはないね。やっぱあれは固形物が原因だな。っていうかまあ間違いないっていうか、固形物食べてる時に出てくるからさ。固形物やめたらもう片頭痛出てこなくなったね。面白い。あと体もやっぱちょっと柔らかくなったね。柔軟やるとね。なんかちょっといい感じっていうか。それ、あと精神状態もいいし、滑舌っていうか、なんかちょっと元気がある感じっていうのかな。その辺も出てくるし、そんだけかな。まあ睡眠まま取らなくて結構いいっていうね。2時間半でもね、そこまで支障ないっていうか、まあ、もうちょっと寝た方がいい気がするけどな。最初1時間半で起きてんだけど、1時間半の時だとね、さすがにね、ゲーム、最初良かったんで、最初ゲームやってて良かったんだけど、これで5時間かそこら、6時間ぐらいかな、6時間ぐらい経ったら、割となんかね、ちょっと寝た方がいいみたいな感じになってきたもんで、それで8時から9時まで寝てます。でも睡眠時間ギリギリでやってんだ、これ。体にとってのギリギリのラインっていうのかな。そんな感じだけですね。アップルサラダ豆乳調子いいです。デイズ豆乳はまあちょっと薄いけど、味個人的には好きなんで、あれもいいなって思ってます。オリジナル豆乳もいいですね。あれ調子いいですね。やっぱカゴメはね、優秀ですね。カゴメ優秀。やっぱね、質が違うな、明らかにね。まあその分値段もちょっと高いんだけどさ、
でも買うんならカゴメ結構いいと思う。気づかまあみんな知ってるわな当然だみたいな感じだけど。です。で今後ですね、今後一応今日ですね、今日12月6日火曜日です。今日こそちょっとジム行ってこようと思ってます。まあ早めに行ってくる予定です。もう編集は今日はちょっとなしでいいもんで、とにかく体を動かしとかないとっていうのがあるんで、うん、であのタブレットとあとスマホ持ってねで行く。でゲームやりながらちょっとウェイトトレーニングやろうかなって思ってます、うん、こんな感じですね。撮るものはオリジナルがまだ少し残ってる。オリジナルがあと一杯だな、一杯だけ作れるんで、それ作って朝ね、朝作って、でそれ以降はちょっとグリーンスムージーですね、グリーンスムージーのグリーン豆乳ですね、それで、まあ、やっていこうと思ってます。1対1で作ってね、このグリーン豆乳をちょびちょびね、ちょびちょび飲むっていう、ちょっとお腹空いてきたら3口ほど取って、でまたまあ常温に置いとこうかな、冷蔵庫だと冷えすぎちゃうんでね、体がすごい冷えちゃうんでね、とりあえず常温に置いといて3口取って、またちょっとお腹空いてきたら3口取るっていうのでやってみようかなと。まあ、冬だったらね、常温の方がいいかもしれないんで、夏場だと腐っちゃうけどさ、うん、のとこですね。今後ちょっとグリーン豆乳で絶食ですね、やっていきます。それでまあ 1.5 リッターを目指したいとこですね。まだ3000取ってるけどね、まあとりあえず3000取りすぎなんだよな、まあなるべく 1.5 はですね、そこを持っていきたいとこですね、うん、あとまあ、ジムに持っていくのは、うん、工事水だな。工事水に持っていこうかな。もうずっと冷蔵庫入れっぱなしですね、工事水。もうどうだろう、2週間ぐらい経ってるかな、あれ。今どんな味か分かんないんだけどさ。まあ飲めそうだったらね、問題なさそうだったら。なんか飲んだ時になんか異常があったらはやめるけど、問題なさそうだったら、まあそれ持ってね。多分炭酸飲料みたいになってますね。酸が割と出てきてね。うん、それ持ってジム行こうかなってところです、うん、まあ問題あるんだったらグリーン豆乳ですね、まあ、それ持っていくし、そんだけ、です、はあ、そしたらちょっとゆっくりしてでジム行ってきます。ジム行ってきました。割と良かった、はあ、よくね体動いたね、いい感じに、うん、しかも重いものもね問題なくやれて、まあ2セットね、全部2セット、今までで一番重いやつでね2セットやれてます、うん、なんか絶食した方が調子が上がるっていうのかな、うん、体の筋肉のなんか状態がいいっていうのかな、そんな感じですね。でまあ持ってたのは工事水だね。あの工事水、もう2、いつだったか覚えてないけど、2週間か3週間かそれくらい経ってると思うんだけど、美味しかった。めっちゃ美味しいですね、あれ。長く置いた方が美味しくなるわ、工事水は。間違いない。間違いないです。今までやってきて。もう絶対長く置いた方がいいですね。うまいよ、ほんとうまい。あの炭酸のようなシュワッとした感じとね、甘さがね、いい感じに出るんだよ。甘みが強くなる。うん、サイダーに近いぐらいね、なんか甘いっていうか、だけどあのサイダーみたいなきつい甘さじゃなくって、なんか気持ちの悪い甘さじゃなくって、あ、なんかねいい感じの甘さなんだよ体が喜ぶ方ですねこれ。工事水正解かもなと思った。まあ長く冷蔵庫入れといてね、うん、で発酵を進めるのがいいなってところです。2週間ぐらいですね。2週間ぐらいは冷蔵庫に入れとく。ね、工事水ね。水出しね。ほ、うん、そう、美味しいですよ。やってみてください。なんで、今はね、朝オリジナルの豆乳500、さらにその後もう一杯ね、オリジナルの豆乳500飲んで、で、今ジムで工事水300だね。まだ1000ミリしか取ってない。調子いいですね。まあ、夜ちょっと飲んじゃうけどな。今から、まあ、グリーン豆乳作ってそれ飲みながらゆっくりね、まあ、今もちょっとゲームやってたんだけど、帰ってきてから30分ぐらいゲームやってましたね、うん、まだゆっくりします。
おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月6日火曜日、実験生活1696日目、ドリンクのみの絶食実験16日目です。天気は晴れ、睡眠時間3時間、午前3時から4時半までの1時間半と、午前5時半から7時までの1時間半、合わせて3時間ですね。少ないね。まだまだ少ない。ジョギングなし、ウエイトトレーニング、ジム3時間です。あと飲食ですね。まず飲んだもの、オリジナル豆乳 1500ml、 グリーン豆乳500、麹水300です。 2000ml ですね。固形物はなしですね。まあいつも通り絶食なんでなし。今日ようやく2000まで来たね。ようやく2000まで来た。いや、オリジナル豆乳はね、割とそのグリーンスムージーと比べると薄いんだよね。なのでグリーンスムージーでやったらもうちょっと抑えれると思うから、まあ 1.5 リッターですねでいけると思う。グリーンスムージーを使ったグリーン豆乳ならね、 1.5 リッターでおそらくというか、まあいけると思います、今日の感じだとね。で、尿回数5回出てて、濃さ平均的、薄め量は平均的な量でした。平均的っていうのはもうまあまあ濃い、まあまあ濃い尿なんで、なのでまあ量を減らしたからね、量が減らしたもんで、その分尿が濃くなってきたっていうところです。大便なしです。おなら時々ありで、尿はなしなんだけど、まあなしでいいと思うんだけどね、一回だけなんか気のせいレベルでね、何か匂いっぽいものがあるような気がしないでもないなみたいな、そういうのが一回だけあったね。ただおなららしい匂いでもなかったし、ちょっとよくわかんない、嫌な匂いではないんだけど、ああいう普通のおならのね、臭い匂いではないんだけど、まあああいうのはあれだよね肉食べてる人、ね、臭い嫌な匂いが出る人ってね、匂いはね、まあなしでいいと思います、で今日の気づき、今日はね、まず夜ね、寝落ちしちゃったんだよね夜中深夜0時過ぎたところまでは起きてて、でそっからゲームのね、ストラテジーゲームの建設があと残り1時間で終わるもんで、で時間短縮のアイテムちょっと使いたくないなと思って、1時間か待ってよっかなと思って目閉じてたら寝ちゃったね寝ちゃった。で4時過ぎだねに起きて、ハッと起きて、うわやっべやっちゃったって感じだったね。もったいないっていうね。なので、まあ時短のアイテム使っときゃよかったなと思ったけど、まあしょうがないけど。でまあ寝落ちするぐらいなんで、割とその寝てないっていうか寝不足っていうか、そんな感じなんだよね。まあその辺がたたってる部分大きいと思うんだけどね、さっき鏡見たらね、これひどいね、今日の顔はひどかったもう頬こけてるし、この目の下だね、目の下もなんかたるんでて、なんかちょっとまあ、熊に近いようななんかね、ものを感じるっていうか、なんか張りもないっていうか、ビロッとしてるっていうか、やばいねやばいと思った。うわこの顔ひどいなって思ったね。ただ今までそんな3時間に3時間だね、2時間3時間しか寝てなくって、そんなひどい顔になってなかったんだよな。なのに今日に限ってというか、今日はね、今日はなぜかひどかったんだよ。でもしかしたらね、もしかしたらウェイトトレーニング、ジムですね、ジムも体にかなり負担かけるもんで、まあその辺がまずかったかもしれないってところですね。もう行く時にね、ドリンク取らずにもう行ってんだよ。で向こうで麹水だけ飲んでやって、で帰ってきてるもんで、まあ、相当負担かかったんじゃないかなってところですね、まあ、その辺があって、まあ、顔がねひどいっていう。だから運動しない方がいいかもしれないですね。まあ運動するとね、割とやれるんだよ、普通にいい感じにやれるっていうか、食べてる時よりもいいぐらいですね。ただ持久だね、持久の方だね、有酸素の方、そっちはね、あんまり激しいのはできないな、倒れそう、なんかふらついて倒れる可能性があるなと思った。
ただそのダンベルとかね、マシンだね、マシンでやる方はね割とやれるんだわ。割とっていうかね、むしろ調子がいいぐらいですね。ああ、体がすっごいいい感じに軽くてよく動くんだわ。うん、なので、まあ有酸素の方はジョギングだな、ウォーキングとジョギング程度にして、今クライミルっていうね、エスカレーター逆走するようなマシーンでね有酸素やってんだけど、あれはまあやめとこうかなってとこです、ちょっとやらずにね。うん、っていうかまあ1週間ぐらいとにかくちょっとジムは行かずに、とりあえずねジムやめて、でまあ様子見ようかなって、うん、ジムやめて、でグリーン投入で、まあ今回2000ミリだけど1500から2000ぐらいで取って、で顔の状態確認しようと思います。それで顔の状態が全然悪くない、むしろ良くなっていくようであれば、ジムはやばいってことですね。なのでウェイトトレーニングとか有酸素をちょっと気をつけた方がいいなっていうね、うん、下手にやるとね逆にひどい顔になってくっていうね、まあそういう可能性があるってとこです、うん、なので、ね、まあ入れてる量だね、入れてるドリンクの量、栄養素の量と、あと運動量のバランスっていうね、ここ大事ですね。バランス崩れるっていうか、栄養素が少ないのに運動をやると、うん、逆に体がひどい老化状態になってくっていうか、顔がね、顔がひどくなるっていう。太ってる人はいいけどね、太ってる人はまあ、脂肪からね使っていってくれるからいいんだけどさ、まあどんどんねスマートにねスリムになっていくわな。だけど痩せてる私みたいにね、痩せてる人がやるとやばいね。痩せてる人がやると、そうするともう頬が今度こけてって、ね、もうひどくなっていくから。なので、まあ、あるところだったらいいんだけど、そこも下回っちゃうとね一気に悪くなる。うん、で太ってる人はいいんだよ、太ってる人はもうそこからね一番いいところに戻っていくところだから。でも痩せてる人はねさらに下に落ちちゃうとね、ひどくなるっていうね、うん、まあ気をつけた方がいいですね。なんで痩せてたら、まあ運動はちょっと控えた方がいいかもしれない、うん、まあウォーキングと柔軟ですね、それぐらいでいいかなってところです。まあ、柔軟を やっとかないとね、肉離れみたいなね、あなんかいたたたたみたいな、そういうのが出てくるんでね、うん、まあ、全然体動かさないはまずいですね、間違いなくまずいですね。まあそんなところです、うん、やっぱインドのヨガがね、あれが結構優秀な気がする、やっぱり、うん、ああいうヨガとかやってたら肉離れとか起きないからね、ね、柔軟、いい柔軟にもなるし、あれ結構ね汗もかくっていうか、じわっといい感じの汗かくんだよ、うん、ヨガね、うん、あれだったら体もよくほぐれるし、うん、まあ若返りにもいいと思うし、ヨガいいと思うんだけど、うん、まあとりあえずなしでヨガなしでそこにお金かけとれんもんでというところです。うん、まあ自分で勉強するのもありかもしれんけどね、ヨガなんかやる気にならないね、さすがそれは。うん、まあ、そんなところはですね。で今日12月7日水曜日ですね、今日はまず買い出し行ってきます。買い出しでグリーンスムージーと有機豆乳ですね買ってきます。それ買って、で帰ってきてからは編集作業ですね。まあ最初にちょっと編集作業やるかな、編集やって買い出し行って、帰ってきたらゆっくりする形ですね。まあ、ゲームやっていくかな、なところです。したら始めていきます。今買い出しから帰ってきました。買ったものこれですね、グリーン豆乳、あ、グリーンスムージーを3本と、有機豆乳3本。これだけです。うん。もうグリーン豆乳だけでやっていくんで。下ゆっくりします。
はい、おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月7日水曜日、実験生活1697日目、ドリンクのみの絶食実験17日目です。天気は晴れ、睡眠時間4時間半、午前1時から4時半までの3時間半と、あと昼過ぎに1時間ぐらい寝てるんで、ちょっとね、寝た時間がどのぐらいかあんまはっきりしてないんだけど、おそらく1時間ぐらいじゃないかなってとこですね。ちょっとわかんない。まあ多分そのぐらいだと思ってます。ジョギング、あ、なんで計4時間半ですね。ジョギングなし、ウエイトトレーニングはなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳 1500ml、 これだけですねで固形物はなしです。で今日は 1.5 リッター絶食ですね。ようやく、久しぶり、相当久しぶりですね。ようやくここまで来たっていうところです。尿回数3回出てて、濃さ濃いめ、量は平均的な量でした。もうね、完全に尿は濃いね。まあ断食の時と同じってのかな、そのレベルです。で大便はなしですね。でおならたまにありで、匂いはなしです。で今日の気づきですね。まずどうだろうな、あ、蚊だね、蚊。あのね、日中にね、腕に一匹止まって、それはね、刺したんだよ、蚊刺してきたんだよ。まああんま痒くなんなかったけど、であと夜ですね、夜ね、まあ、電気消して寝ようかなと思った時に、ブーンって一匹だけ飛んできて、で、ほっぺただね。ほっぺたに止まったんだよ。で、体動かさないようにして、で、まあ、吸い切ってもらうのを待とうかなと思ったんだけど、ブーって止まってね、2秒ぐらいしたら、ブーってまた飛んでたね。あれ？もう、あれかな？もう蚊に刺されない体になったかな？もうそこのレベルまで行ったのかな？思った。で結局それ以降全く蚊は飛んでこなくって、で刺されてないですね。だ日中は刺されたけども、夜はもう刺されなくなったっていうね。だ体の中で多分そういう悪いものっていうかな、普通の食事とってたらね、どん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 溜まっていく悪いものがもう綺麗に抜けて、絶食によってね抜けて、これでもう蚊が刺す必要もなくなったってことかもしれないですね。まあ蚊はなんていうのかな、体が悪い人っていうのかな、体が悪い人に、まあ、刺しに来るっていうのかな、まあそんなところがありますね。長男の敏江さんも蚊には刺されなかったって言ってたけど、書いてあったんだけど、あれはねよくわかる、絶食するとよくわかる。本当にあるレベルまで行くとね、ほんと蚊が刺さなくなるんだよね、不思議なもんでね。っていうかね、虫が寄ってこない。蚊だけじゃなくて虫か、あのちっちゃい虫とかね、そういうのもね、なんかあれ部屋に全然虫いないなみたいな感じになるんだよね面白い、まあそういうのがあるっていうところです。蚊に刺されなくなるとね、すごいいいよ、心地いいよ楽っていうかめっちゃ楽ですね。なところです。で顔はね、昨日よりはだいぶ良かった。さっき鏡見たら昨日よりだいぶ良かった。じゃあやっぱね、運動はちょっと気をつけた方がいいな。あんまやらん方がいいな、運動は。なんか体は自分でちょっとこうやって体動かしたりとかね。柔軟ちょっとやったりとか、まあ軽いスクワットやったりとか。まあ軽い運動ですね。軽い運動は必要かもしれない。てかやった方がいいと思う。全然なしってのもちょっとな。あっちこっちね、肉離れみたいなの起きてくるし、凝ったりするし。でまあウォーキングと、あと軽い超軽い運動ですねはまああった方がいいかもしれないけど、まあ、ジムでね有酸素運動30分わーってやってちょっとフラフラになるような、そういうのはやめた方がいいですねって思った。あれそれをすると結局すごい老化するんだわすっごい老化するんで、だから体に負担もかけちゃダメってことですね。やばい、まあそういうのが分かったって、まあそんなとこですかね。グリーン豆乳はね、一応まあ今日はあんま気にしてなかったんだけど、途中から3杯だね、ミクチっていうのかな、ミクチ原料法で、ミクチだけ飲んで、でもやめとくみたいな。途中からっていうか、まあ最後だな、最後の方だけそのミクチでやった。
それ以外はまあちょっとねごく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 って飲んで、どうだろうな、150とかそれぐらいかな、150か200ぐらい飲んだり、多い時で200ぐらいかな、まあ100から200の間ですね、1回飲む時がね。で、まあ、お腹ちょっと空いてきたらね、またちょっと少しだけ入れるみたいな、グリーン豆乳をね、まあ、まあそういうふうに進めていったんですね、うん、で夜はね割とちょっともう一杯作ろうかなと思ったんだけど、うん、やめといてやめといて、でまあそのままね、ちょっと断食っぽい感じになってたけどね、なんか体がねキューってね、キューってなんかね、なんかね、うん、回復していく兆候ってか症状なのかな、なんかちょっと気持ちいいね、キューってなるのがあるんだよちょっと気持ちがいい、キューってなるのが、あれ食べてる時はない、まずないね、絶対ない、食べてる時はまずない、まず起こらない。ほんで断食して、まあ、ある程度のレベルまで行くとキューってなんかね気持ちいい感じが出てくる。ああやらなきゃ分かんないけど、まあそういうのがある。あれがまあなんでね、ちょっとまあ若返ってきてるっていうか、健康になってきてるっていうか、まあ、そういう、症状がか、まあ、なんていうのかな、感覚として出てきてるっていうのかな、うん、まあ、そんなところです。よかったよ。ただ夜ねちょっとだけなんか片頭痛までいかないけど、ちょっと頭が重い感じがあったね、まあ、横になってる時間が長かったもんで、日中からずっと横になってゲームしてたからそれだと思うんだけど、まあそういうのがあった。で翌朝起きたらすっきりしてたけどね、ああもう治った、うん、あとやっぱ耳詰まりがね、まあ一応大丈夫だけど出そうな感じがあるっていうのかな、半分ちょっと出かかる時があるっていうのかな、耳詰まり、まあそんなところです。で今日12月8日木曜日です。今日まあ編集作業やってで、まあジョギングちょっと行こうかな、まあ、軽くね、軽く走るぐらい、それで翌朝の顔とかちょっと見たいですね。だから千日絶食の時もね、やっぱ運動した後ってね、帰ってきた時だね、運動してジョギングとか行って帰ってきた時の顔はねひどいね、あれね、なんかあれ老化してるなみたいな、そういう顔してるね、うん、編集作業やってる時にね顔見てくとさ、なんか運動した後の顔ってね、なんかすごい老化してて老人顔になってんだよ、うん、だけどその後回復してるけどな、うん、だんだん回復するけど、運動やっぱねちょっと危ないっていうか老化するな。絶食した状態でドリンクだけどね、で絶食した状態、ドリンクもちょっと少ない時だね、少ない時、まあほとんど断食に近いような感じの時に運動すると、まあ、一気にちょっと老化するっていうのかな、体の負担が凄まじいんだと思う、うんですね、そういうのがある、それ間違いないです、間違いないですね、まあ、絶対ちょっと運動気をつけた方がいいですね、うん、で取るものは一緒です、グリーン豆乳ですね、まあ、3杯でやっておくって、うん、できたら2杯まで持っていこうかなとか思ってるけど、うん、1リッター絶食ですね。もうとにかくみくちだね、お腹空いてきたらちょっとみくちだけ入れてって、なるべくちょっと断食、ほぼ断食な状態っていうのかな、体のお腹とかね、お腹とか体の状態ほぼ断食に近いような状態、まあそこを維持したいっていうところです。うん、ただ普通の断食だね、全然もう飲まず食わずのね、水なし断食とか水断食とか、そういう断食だとまあそんなに長くは続かないんだよね、そんな長くはね。だけどグリーンスムージーだね、グリーン豆乳だね、グリーン豆乳をまあごく少量取るっていうね形でやったらね、したらずっとね、ずっと続くようになるかもしれない。で長く続けば体が慣れてくるじゃん、それにね。そうするともう平気になってくるっていうのかな、あんま取らなくても平気になる、うん、そこからまたさらにね下げていって完全ゼロまで持っていくって、そこを目指してます。ただそのねいつも話してる通り、不老不死の実験も兼ねてるんで、
で、不老不死の実験は今のグリーン豆乳ですね。あれで 1.5 リッター絶食。ここが若返り、ね、したところだもんで、まあ、ここでちょっとね、しばらくは実験しようかなって思ってます。そんだけですね。うん。あのゲームが面白い。やっぱストラテジーが一番ですね。うん。得るものが多いっていうか、ほんとね、濃いんだよ。濃いね、濃い。めっちゃ濃い。ほんといろいろあるからさ、うん。うん。まあその分楽しいんだけど。まあ他の普通のゲームだったらなんかストーリーがあって、で、毎日やることがあって、それ繰り返すだけみたいな。ストーリーもね、全部読み切っちゃったらさ、うん、つまんないし。あと繰り返すだけ。繰り返すのと、あとはね、PVP でユーザー同士のね、戦闘をちょっとやったりするぐらいで終わっちゃうんだけどさ。ストラテジーはね、もう本当あの世界情勢と同じでさ、駆け引きもあるし、戦争状態にもなるし、いろいろあるんだよね。人間模様とかさ、いろいろあれこれやりくりしたりとかさ、準備したり、資源集めたり、ね、で勧誘したりとかさ、まあ、いろいろやるんでね、面白いですね。面白い。まあちょっと大変なところはあるけどね、半分、まあそんな感じです。したら今からちょっとだけドリンク取ってゆっくりしたら編集ですね、始めていきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月8日木曜日、実験生活1698日目、ドリンクのみの絶食実験18日目です。天気晴れ、睡眠時間3時間ですね。夜中深夜0時から午前1時までの1時間と午前2時半から4時半までの2時間、合わせて3時間です。まあ、3時間寝たら大体いいかなってとこですね。ジョギングなし、ウエイトトレーニングなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳1000ミリ、これだけですね。で、固形物はなしです。1リッター絶食ですね。今日1リッター絶食。尿回数2回出てて、色は濃いのと、あとかなり濃いですね。で、量は平均的な量でした。もうだから今断食と同じレベルですね。尿の濃さは断食レベルですね、完全に。飲まず食わずの断食のね、水もなしっていう断食、あの時がめっちゃ濃かったね。かなり濃かったですね。あれにまあちょっと近い尿が出てます。で、大便なしですね。大便出てません。おならたまにありで尿はなしです。おならがね、全然ないわけじゃないね。なんかたまに出るんだわ。ただ匂いは上がってきてないもんで、まあ匂いなし、つまり腸環境はいいってことですね。いいと思います。で、気づき、まず今日は1リッターでやったんだけど、うん、なんかね、さっき鏡見たらね、1リットルの方が、まあ、顔の感じがいいな、うん、でね、あとドリンク、グリーン豆乳も飲むときにね、3口だけ飲む、まあ、100ミリぐらいかな、だから100ミリくらい飲む分にはね、いいんだけど、251回ちょっと飲んだんだよね。250ほどちょっとごくごくごくって飲んじゃったことは今日1回あって、そうしたらね、途端に蚊が刺すようになってきたね。まあ1匹だけだったけどね、1匹止まって実際刺したから、うん、でもでやっぱあのまあ飲食だよね、飲食、うん、
まあどんなものにせよね、どんなものにせよ体に入れると蚊に刺されるっていうね面白い。でそれもね量次第なんだよね。ほんとごく少量だったら刺されないんだけど、ちょっとでも多いとね、ちょっとでも増やすと刺されるなんかちょうどボーダーラインがグリーンスムージーを 100ml 取るか 250ml 取るか、このあたり、このあたりがボーダーライン、蚊に刺されるかどうかのボーダーラインですねなんであんまちょっとたくさん一気にね体に入れない方がいいっていうか、まあ、100ミリくらいですね。100ミリ取って、で、またお腹空いてきたらね、うん、空いてきたらまた100ミリ取るみたいな。ちょびちょびやるって、ちょびちょびやる。そうすると蚊に刺されないんだわ。まあ刺されてもね、1匹ぐらいだね、でも。1匹でね、もうすぐ、刺されなくなるっていうのかな。うん。時間が経つとね、30分ぐらいもしたらね、もう刺されなくなるね。飲んでからね。うん、飲んですぐね、なんか刺しくるんだよ、なぜかよくわかんないね、うん、割とねすぐ来るんだよあれって、うん、なんかあるのかな、やっぱり匂いが体に入れるともう即なんか出るのかな、ああいう栄養入れたもののなんか成分が、成分とか匂いがね体からふわってもうすぐ出るのかもしれない。それは言えそうだけどな、なんか油物とか取るともうすぐ出るだよね、あれね、匂いがね体からね、うん、まあそんな感じです、うん、そんだけかな。今日も、今日は12月9日金曜日ですね。今日は編集ちょっとやって、まあ、それだけかな。とりあえずね運動はちょっとしない、まあどうしても行きたくなったらするけど、やっぱ運動するとね老化するんだよ、やっぱ体に負担になるからだと思うんだけど、ちょっと運動やめようかなと思ってます。うん、あまりね、あんまりちょっと行ってないとね、あれなんで、週に1回ぐらいはジムに行って、あとはまあジョギング、まあジョギング兼ウォーキングだな。まあそれもちょこちょこ天気のいい時とかにね、まあ行くのはいいかなと思ってますけど、なるべくね、なるべく安静にしてるっていうね、若返りのためにはね、やっぱ運動すると若返りにマイナスだなこれ一般的には運動した方がまあね若返っていくみたいな、健康にいいって、ね、言うけど、まあそれは普通の食事をとってるケースだな、うん、絶食の場合はまた話が違うっていうね、うん、ただ全然しなさすぎもね良くないね、やっぱり、うん、なんか前も話したけど肉離れみたいな、ね、痛みがさ出たりするんでね、なんか適度に運動はまあ必要かなと思うけど、運動した日とかはね一気に顔の状態悪くなるんで、老化顔になるんでね、うん、まあそんな感じです。取るもの一緒ですね、グリーン豆乳でやっていきます。量はちょっと分かんないけど、もうすでに1杯取ってるんで、グリーン豆乳500、まあ1杯というか半分ぐらい飲んだかな。午前の夜中入って、午前1時だね、1時頃に起きてんだよ、うん、午後10時頃に寝落ちして、で、午前1時頃起きてんだよ。で、そっから午前5時までゲームやって、5時から6時半まで寝てるんだよね。ついさっきだね。ついさっきっていうか。うん。なので、12月8日から今日だね。9日の間の睡眠ね。これ明日分なんで、明日話するけど。で、その1時から5時の間、ゲームやってる時にお腹空いてたもんで、グリーン豆乳ちょっと飲んでます。半分ほど飲んでる。あと、まあ、2杯ぐらい取って 1.5 リッターですね。今日は 1.5 リッターでやろっかなってとこです。まあ、1リットルでやれそうだったら1リットルでいくけど、今日はね、多分厳しい。もうすでに結構、お腹がっていう感じだし。まあ、1.5 リッターでいけたらボンバンバン剤みたいな形じゃないかなと思って、まあ、最悪まあ、あんまりちょっとしんどかったらね、2リットルもまあ視野に入れた方がいいかもしれないけど、なるべく 1.5 リッターで抑えたいですね。そこでなんとかね。うん、まあ、どうしても必要だったら、麹水でもいいけどね、麹水なんか魂の反応は良くないんでね、だから麹水なしでやった方がまあいいんだろうなと思ってるけどね。だからもう超シンプルだよね。超シンプルに、もうグリーン豆乳だけっていうね。グリーン豆乳で 1.5 リッター絶食。ないし1リッター絶食。まあそういう
形だわな、うん、超シンプルなあのメソッド、ね、うん、になると思う。ただ個人的には麹水すごく好きなんで、あ、2週間ぐらい置いた麹水とかもう最高ですね、あれめっちゃ美味しいですこんな感じです。したらあとトイレ掃除今日やりたいんで、トイレ掃除とあと編集ですね、やっていきます。今ジョギング行ってきました。5キロですね。まあそこそこ走れたけど、あんま長くずっと走りっぱなしっていう風にはちょっといかないっていうか、全然取ってないでな、もう、半分歩いて半分走ってたぐらいかなですね。したらもうゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。12月9日金曜日、実験生活1699日目、ドリンクのみの絶食実験19日目です。天気は晴れ、睡眠時間4時間半、前日午後10時から午前1時までの3時間と午前5時から6時半までの1時間半合わせて4時間半ですね。ジョギングは5キロ、ウエイトトレーニングはなしです。あと飲食、まず飲んだもの、グリーン豆乳1000ミリ、あと水50ミリです。固形物はなしですね。今日も1リッター絶食ですね。尿回数2回出ています。で、色はかなり濃い。で、量は平均的な量でした。もうね、ほんと濃いよ。めっちゃ濃いよ。完全飲まず食わずの断食してた頃と同じぐらいの濃さだね。で、大便なしです。おならたまにありで、匂いはなしです。おならね、2回かな ?2 回出たね。で、今日の気づき。まず、割とね、1000っていうか、まあ、1リットルだね。1リットルでやれるようになってきたね。あのね、飲むときにね、やっぱり三口だな。三口。ごくごくごくって。量としては100ミリくらいでね。100ミリくらいを飲んで、で、あとゆっくりしてるっていうね。これ。こうするとね、その飲んだやつが消化されて、消化された後だね。消化された後になんかじわーっとね、気持ちいいのが来るんだよ。なんていうの?なんか、まあ胃がその、じわーっと栄養を吸収してるような感覚っていうのかな。そういうね、吸収してんなこれみたいなそういうの実感できるってのかな。分かる、まあやったら分かると思うけどさ、すごい気持ち、すごいってことはないけど、まあまあ気持ちがいいんだよね。体がなんかいい感じに蘇っていくっていうのか、本来のなんか状態に戻ったっていうのかな、そんな感じですね。本来の状態、結局その芋をたくさん入れちゃうとさ、本来の役割果たさないっていうか、その吸収する力とかもね、なんか弱くなるっていうのかな。少ない量だと、まあ、ジュワッとね吸収できるっていうのかな。まあ人でもね、仕事してる時に山ほどどっさって仕事もらっちゃうとさ、うわってなるよね。そうすると逆にさ、あまりに多いもんで、はかどらないじゃんね。でもちょっとだけね、ちょっとだけくれたらさ、わーってやっちゃうじゃん。わーって。すぐ終わるじゃんね。ちょっとだけくれたらまたわーっ って、すぐ終わるじゃん。だからドワーってくるとね、うわーって。なるほど、もうはかどらなくなっちゃうっていうのとはまあ同じ感じで。やっぱ胃もね、たくさん入れるとはかどらないっていうね。だから少ない量の方が、よりね、より効率的に吸収してね、栄養をね。
養ってくれるっていう、うん、そんな感じです。でまあそんだけかな、うん、頭の状態はね普通にいいですね、うん、でまあ耳鳴りとかはねあんまたくさん喋ったりしてないければ問題ないっていうか出てこないですね。こうやってねもうずっと30分ぐらいね喋っとるとね耳詰まりっていうのかなしてくるんだけどさ、ああ普通にしてる分には耳詰まりはないですね。うん、まあ千日ゼシ君の時と同じですね。あんま量減らしていくとね、なんか喋るのはちょっと喋りにくくなったりするんだよね。そういうのがある。ただね、まあ、精神的にもすぐすっきりするし、気持ちがいいですね。体の状態もいいし、あとね肌がなんかねすごいスベッとつるっとするっていうのかな、肌がつるっとする、うん、つるっとしてるっていうのかな、あーなんかあれいいじゃんみたいな感じ、うん、調子いいですね、まあ、この状態でやっていこうと思っていますやっていけると思うけどな、うん、で今日ですね、今日12月10日土曜日ですね、計測まず行って、でまあ編集はちょっとだけやれたらやろうかなってとこですね。あとまあジムに行ってこようかなと思っています。有酸素運動はもうやめて、でまあ腹筋ですね、腹筋とか、まあ、ベンチプレスとか、あとは懸垂だね、懸垂とかレッグカールですね、腕のダンベル14キロのダンベルでレッグカールとか、うん、そういうのですね、あと、まあ、肩の、うん、トレーニングとか、まあ、その辺ちょっとやって、で、まあ、風呂入って帰ってくるっていう、買い出しはまあ行かなくてもいいかなと思ってます。天気いいんでね、買い出しちょっと行ってもいいけど、まだあるんで、うん、1日1000ミリだとそんなにはね、グリーンスムージーも500だけなんで、あ500っていうのかな、うん、500ミリなんで、あれ1本の半分なんでね、2日で1本なくなるわけだから、まあ3本買ってきたら、まあ、1週間近くね持つから、まあ、1リットルでやるならね、 1.5 リットルだともうちょっといるかなっていうところですけど、まだグリーンスムージー3本あるな、まあ当分いかなくてもいいでしょう、そんな感じです。したら今から計測ですね、ちょっと中途半端なんで9時18分、まあ9時半にしようかな、9時半に計測ですね、やっていきます。餌買っていきます。正面、側面、つなが、67.5 ですね。血圧118-82です。そしたら今週の結果報告ですね。まず計測の方です。今週の計測時刻午前9時半頃です。先週に比べて2時間ほど早いです。まあ別に毎日測ってるわけじゃないんでね、あいいでしょう。体重 58.55kg、 先週に比べて 3.35kg の減少です。3kg 以上減ったね、1週間で。で BMI 18.5 でマイナス1ですね、マイナス 1.0、体脂肪率が 13.3% でマイナス 2.7% ですね。2.7% の減少です。でかいよね。3% 近く減ってる体脂肪率。これだけど、まだ 13% あるもんで、うん、全然いいですね。これが 10% 切るとね、ちょっとどうかなみたいな、うん、ところあるけど。
グリーンスムージーと豆乳を取ってるんでね、そこまでやばいところまでは落ちないとは思うけどな。で、血圧118-82、最高血圧プラス3、最低血圧変化はなしなんで、血圧はまあ変わってないです。脈拍77でプラス19、ウエスト 67.5cm で 3.5cm の減少です、はあ、3cm半減ったね。細くなった、ウエストが。ウエスト細くしたいんだったら1リッター絶食だな。ここでやる。まあそんなところですね。で、今週の気づき、まず今週はあれだね、1リッター絶食ができるようになったっていうね。ここでかいですね。土曜日、12月3日土曜日がオレンジ豆乳 1000ml とデイズ豆乳1750で合わせて2750ですね。まあ3000近く取ってるんだけど。で、日曜日はね、次の日がグリーン豆乳500、デイズ豆乳750、オレンジ豆乳400、アップルサラダ豆乳 1000ml で2650ですね。なのでグリーンスムージー以外のジュースっていうのかな、野菜ジュースを取ってる。野菜ジュースとあと果物ジュースですね。で、量はまだちょっと多めってところです。で、月曜日アップルサラダ豆乳 1000ml、 デイズ豆乳 1000ml、 オリジナル豆乳 1000ml ですね。だからこの日は野菜ジュースですね。野菜ジュース取ってる。で、合わせて 3000ml ってところです。で、火曜日オリジナル豆乳1500、グリーン豆乳500、麹水300ですね。この日はジム行ってるんで麹水取ってるってとこです。で、 2000ml ですね。ちょっと減ったってとこです。で、水曜日グリーン豆乳 1500ml ですね。 1.5 リッター絶食、久しぶりにね、久しぶりにできた 1.5 リッター絶食ですね。で、木曜日グリーン豆乳 1000ml なんで、今度1リッター絶食ですね。はあ、1リッター絶食ってほとんどないからね、今まで煎じ絶食やってきてもさ、これかなりすごいんだよ、私の中でね。うん、まあ新記録的なやつですね、新記録。で、金曜日グリーン豆乳 1000ml と水 50ml です。で、水に関してはね、なんかちょっとね、体が求めてる感じがあったんだよね。なんでほんの少しだけ、まあ長男としげさんと同じで口を湿らす程度っていうのかな、ほんとちょっとだけ取ったんで、まあ 50ml ぐらいってことにしたけど、 50ml ぐらいだと思うけどな、 50ml も取ってないかもしれないですね、30ml ぐらいかもしれない、まあそのぐらい、まあほんとちょっとですね、ちょっとだけ飲んだってとこです。で、まあ、やった感じとしてやっぱり取るならね、取るならグリーンスムージーと豆乳で割ったグリーン豆乳ですね。グリーン豆乳一択かなってところです。まあ、これが一番ですね、これが一番。で、他のねやつも美味しいんだけど、アップルサラダ豆乳とかデイズとかね、野菜デイズとか美味しいんだけど、やっぱ薄いんだよな、薄い、明らかに薄いんだわ。あのグリーンスムージーに比べちゃうとね、明らかに薄いもんで、量を割とね、割と量が必要になったりするんで、そうすると 1.5 リッターとか1リッターはちょっとね難しかったりするし、あと美味しいもんで、味が甘くって美味しいもんで、まあ、グリーンスムージーも甘いんだけど、なんかね、甘いって言ってもね、その濃さっていうのかな、甘さの強さっていうのかな、ちょっと違うんだよ。なんでね、そっちの方で、まあ、中毒までいかないけど、やっぱ欲しくなっちゃうんだよね、取りたくなっちゃうっていうか、で自然と量が増えていっちゃうっていうね。まあバリエーションとしてはいいんだけど、なんだけどやっぱりね、1リッター絶食とか、まあ、これだっていう形っていうのかな、若返りメソッドに使える形はこれだっていうところの中には、アップルサラダとかデイズとかは入ってこないですね。で、これだっていうのはもうグリーン豆乳、グリーンスムージーと豆乳で割ったね、グリーン豆乳、これですね。まあ分かってきたっていうところです。まあ野菜生活100、じゃない、これ1だね、これ1、野菜1日これ1杯、
まあ、あれも前若返ってるもんで、あれもねいいと思うんだけどね、まあ、とりあえず使わないように、魂がなんかちょっと鼻悪いんで使わないようにしていきます。うん、まあそんな感じですね。うん、やっぱりゲームがでかい、めっちゃでかいですねゲーム、うん、でストラテジーやってた方がいいな、うん、あのアクションゲームとかはね疲れるんだよ。あとはあのコマンドゲームっていうのかな、うん、コマンドを押していくやつ、まあ、キャラゲーなんかに多いんだけどさ、うん、なチーム4人チームになってでね敵と戦うみたいな、でスキルボタンを押していくみたいな、まあ、ああいうのだとねなんか疲れやすくってな脳が疲れるっていうのかな、うん、ゲーム疲れを起こしやすくってで逆にね飲む量が増えちゃったりするんだよね、うん、だストラテジーがいいですね。ストラテジーのゲームをまったりねまったりやるっていう、まあ、実際まったりやれてる時とやれない時あるんだけどさ、いろいろ起きるから、いろんなことが起きるから情勢変わってくしね、うん、世界情勢と一緒だね。あえて資源巡って争いを起こしたりとかさ、まあいろいろあるんだわで、まあ、飽きることはないんだけど、うん、ただねゆっくりゆっくりその育成とかもさやっていくもんで、うん、施設を上げてったりとかさ、うん、そうやっていくと気づいたら結構時間経っちゃっててって、ね、あるんだよ、うん、でその間全然ドリンクとか飲まずに済むっていうねなので、うん、絶食だね、1リッター絶食やるにはストラテジーゲームですね。ここいいですね。ここメソッドに入ってきますね。間違いなく入ってきますね。なので不老不死メソッドにあの必要な要素っていうのかな、必要な要素はまずあのグリーン豆乳ですね。グリーン豆乳とあと量だね、1リッターから 1.5 リッターですね。1リッターか1リッターから 1.5 リッター絶食で、あとねストラテジーゲームですね。ストラテジーゲーム、まあ趣味でもいいと思う、趣味、自分が没頭できる趣味ですね、うん、まあここで、あとまあ睡眠とかね、あとはあの精神面の方にストレスかからないようにするとかね、まあ安静にしてたらいいと思うけどさ、運動に関してはあんまやんない方がいいな下手にやんない方がいいですね、危ないですね。あと風呂あんまり熱い湯船とか入らない方がいいですね危ないです、立った時にふらついたりするんでね。まあシャワーとかが無難かなってとこです、うん、無理しないようにね入るっていう、そんな感じです。まあ入れなくはないんだけどさ、私もジム行った時はあのサウナにも入るし、サウナに6分ぐらいおってで水風呂入ってってね、あと普通のお湯のところだね、炭酸泉も入ったり外の露天風呂とかに入ったりしてるけどね、あそこまで支障は今のところないんだけど、ただあのどうだ、ね、10分か15分ぐらい湯船に浸かって立ち上がって歩いてるとちょっとふらついたりすることあるもんで、うん、まあ注意した方がいいだろうってところですね。まあそこはね、そんな感じ。あと横になってるとね、ベッドで横になってる時間、ベッドじゃないか、布団か、布団で横になってる時間があまり長いとね、背中が凝りやすくなるんで、マッサージチェアはあった方がいいですね。マッサージ、あの私持ってるけど、あれよ、座椅子式でもいいし、もっと高価なやつでもいいんだけどさ、うん、まあなんかマッサージチェアね買って置いといた方がいいと思います。そんだけですね。そしたら来週ですね、来週は同じようにやっていきます。グリーン豆乳ですね、1000から1500、まあ、1000ミリでいけそうだったらいくし、まあ、あのバイオリズム低くってね、もうちょっと欲しい時は1500取るしって、うん、まあ、なるべく1500までに抑えたいなと思っています。麹、うん、水は、まあ、どうしても飲みたかったら飲むし、あとジムですね、ジムの時は持っていくけど基本はなしですね、基本なしにして、で水はまあ体が求めた時に少しだけ取るっていう形でやっていきます。そんだけですね。でジョギングに関しては、まあ、あのジム行かない時でちょこちょこ行こうかなって思ってるんで、まあ、全然ね運動しないとか動かないのもまずいなというのを感じてるんで、まあ、そんな感じですね。あと柔軟やっぱね、
柔らかくなる柔らかくなる、調子いいですね。やっぱり絶食がいい、間違いないです。おそれだけですね。そしたら今からまあちょっとだけ編集やろっかな、で適当なところでジムですね行ってきます。違うわけここで一回区切らないかんかったわ、忘れとった。日付で12月3日土曜日から12月9日金曜日までですね。で受験生活1693日目から1699日目まで、ドリンクのみの絶食実験13日目から19日目までですね、完了です。それではまた来週。